どうも、YouTube の皆さん、いかがお過ごしでしょう？昭和レトロです。では、今回、目の前に見えるのが、なんと、古屋コーヒーシリーズ。では、一つは古屋のコーヒー。いやー、懐かしいですね。僕が小学校の頃はよく風呂上がりに飲んでいました。でもまさかこれが久々に手に入るなんてね。やっぱさすがです。これ実は近くのセブンイレブンで手に入れたんですよね。いやー懐かしい。もう飲むのなんて20年近くぶりじゃないでしょうか。あともう一つ。これ小学校の頃はありましたね。麦芽ゼリー。これも、ゼリーですけど、これ、すごいんですよね。そう、これ、ココアパウダーが入ってるんですね。ってことは、やっぱ、あれ、ココアの味だったら。まあ、あれ、当時はやっぱあんま気にしてなかったんで、ねえ、なんか美味しいなって。では、今回そうですね、ちょっと、麦芽ゼリーからいっちゃいますか。お、すごい。開けてみるとこんな感じなんですね。いやー、懐かしい。じゃあちょっと、行ってみますか。あ、すいません。手で見えないですね。はい。じゃあちょっと食べてみます。はい、ではいただきます。うまい。やべえ。久々にあの感動。いやー、20年近くぶりなんてすごいですね。皆さんもぜひとも見つけたら食べてみてください。はあ、やべえ、うまい。すいませんね、夢中、一人だけ夢中になっちゃって。では、次はちょっと、これ、古屋のコーヒー開けてみたいと思います。開け口は下の方なんですね。おぉ。で、上はプラスチックの蓋になってるんです。いやー懐かしいな、この構造も。あー、やっべ。うおー、すごい。中身も当時のまんまだ。すげえ。いやー、20年の輝きが見えます。てなわけで、飲んでみます。はあ、必殺一気飲みへ。どうでしょう。皆さんも飲んでみたいと思いましたか。もうすごい美味しいんで、ぜひとも見つけたら飲んでみてください。以上、昭和レトロでした。